はい、えー、TM ネットワーク、えー、インテリジェンス・デイズ・デボーションの、えー、デイ、えー、16でいいんですかね、清水がちょっと1回 お休みになりましたがデイ、えー、16、えー、宇都宮市文化会館ですかね、えー、10月15日のネタバレをしたいと思います、えー、この今回のツアーの、えー、ストーリーとか詳細な解説はですね、えー、前の動画で、えー、喋ってますんでぜひそちらも聞いていただければなと思います、えー、またですね、えー、このチャンネルのコミュニティのところに 今回のツアーのイメージになった写真や画像などを貼っておきましたのでそれもぜひね見ていただけると嬉しいですで今回宇都宮でですね気づいたことをまとめたいなと思いますえっとですねまずどこにま行ったかというと これはどこでしたっけねえー、仙台ですね。仙台のエレクトロンホール2デイズ、え d、ー、デイ11と、 デイ12に行ってまいりまして、で、そこからですね、えー、今回、えー、宇都宮のデイ、えー、16に行って、まあ、その違いなんですが、まず、えー、オープニングのほ、えー、Whatever Comes の最初のそのギターリフのとこですが、ここ、キネさんが弾いてるんですけれども、まあ、今回ちょっとそのスポットが当たってたなと、派手になったなっていうね、えー、オープニングでした。そして、 えー、キネスさんのそのソロですね、の時にですね、えー、大工をね、弾いてましたね。多分、大工は初めて聞きました、私は。えー、仙台ではやってなかったと思いますね。えー、そして、えー、キネねさんと、えー、てっちゃんの、 フォークデュオなんですが、まあ、この曲が未だに何なのかわかんないんですよね。それで、まあ、列中のなんとかって言ってるのはわかるんですが、その後、何て言ってるかちょっとわかんなくて、で、通行ラス目の列中脳は、まあ、列中のしょうもないハッピーって言ってんだろうなと。列中のしょうもないハッピーみたいな感じで言ってたと思いますね。で、これで検索してもね、出てこないんですよね。えー、そして、きねさんの 新曲ですね。えー、きねさんの新曲のバックに流れてるイメージ映像なんですが、えー、前はですね、仙台では、えー、真っ白の、えー、サイコロみたいなのが流れてていたと思うんですが、えー、今回は、えー、ピンクとか青とかカラフルになりました。まあ、あれ、真っ白だったと思うんですが、えー、まあ、ただ真っ白だと、なんかこう、お骨を入れる箱みたいになっちゃって、 骨箱みたいになっちゃっててちょっと縁起が悪いの宗教チックになっちゃうのでまあ変えたのかなとね思いますね。えー、そして、えー「フール・オン・ザ・プラネット」ですね。このフンザプラネット で気づいたことなんですが、まあ、ここで、えー、新宿西口、それから、えー、新海誠ワールドがね展開されるんですよね。あのドコモの、えー、ドコモタワーとか、それから、えー、今話題になっている損保ビル、えー、そして、えー、あれは都庁の近くにあるのかな、あの、えー、信号が、えー、サークルになってるね。 丸い輪っかの輪っかに信号がついてるやつなんですが、まあそれ、深海誠がね、えー、君の名で、えー、タイムラプスで使ったやつかなと思うんですが、とにかくこのフールオンザプラネットっていうのは深海誠とオマージュになってまして、まあということは、このフールオンザプラネットっていうのは誰なのかっていうと、今回は深、えー、海誠なんだろうなと。 えー、tm 星人がですね、えー、認めた深、まあ、海誠っていうのが、まあ、フルオンザプラネット、えー、で、えー、まあ、イメージ展開されてるんだろうなと思いますね。で、えー、still love her ですが、えー、なんかカポ、えー、がね、キネさんの、えー あれはブルースアープかハーモニカですよね。で、F のソロの後ですね、またギターに戻るんですが、その時に今転調してると思うんですよね。その時にカポをはめなきゃいけないんですが、なんか今回、なんかバタバタしてましたね。はめ、最初にはめてハーモニカに行くのか、それともハーモニカをちょっと途中でやめてカポをちゃんとはめていくのか、 っていうね、えー、それはちょっと仙台で確認してなかったんですけれども、ちょっと今回はそのつなぎ目がね、えー、バタバタ、えー、していたような気がしますね。で、えう、ー、つがですね、えー、あの、えー、ナイトセーバーみたいなね、えー ものをぐるぐるるる回すすところががあるんですが、まあ、それ今回は、えー、まあ仙台より長かったような仙台より回してますっていうね、えー、感じだったと思います、えー、まあ、えー、全体的にショーアップされてる感じがねしましたそのフール・オン・ザ・プラネットも、えー、仙台では気づかなかっただけなのかもしれませんが、えー、そのビールビルがね、えー、崩壊していくような CG があったりとか えー、それからまあ、オープニングでのね、きねさんのそのライト、えー、演出などですね。まあ、えー、全体的に、えー、演出が、えー、濃いめの方向にね、えー、なってるような気がしました。そして、えー、てっちゃんが、えー、踏んでたフットペダルですが、2本あった2本ですね。えー、なんか、画像で使われていたピンクと、 蛍光ピンクと蛍光青ですね。の、えー、ライティング、えー、LED の縁取りみたいなのがされてました。えー、そして、えー、モンテージですね、えー。モンテージ新しいのが出たと思うんですが、てっちゃんの今メインキーボードですが、えー、それは多分今までの、えー、モンテージだったと思います。えー、白、色のやつですね。 まあ今回のモンテージなんとかって新しいのが黒いやつが結構見た目がね、ちょっとダサいんですよね。えー、なんで、この白の方がまあステージには合ってるかなと思いますね。で、チルドネオモニューセンチェーは、 えー、仙台の1日目では子供の映像があって、仙台の2日目では子供の映像がなかったと思うんですが、まあ、これは気のせいかもしれません。えー、まあ、なかったとすると、まあ、今回、宇都宮では、えー、また4人の子供が復活していて、まあ、ちょっと演出が、えー、濃いめにこう、なってる、じゃないのかなと思います。えー、そして、えー、その時ですね、後ろで流れてる映像ですが、えー、まあ、あやとりですよね。 あやとりと、それから、おはじき、かなと。あやとりとおはじきで遊んでる映像になってんじゃないかなと。で、そして、えー、時たまですね、えー、カードみたいな画像が出てくるんですが、あれはやっぱりポケモンなんだろうなと。 ポケモンで、ポ、えー、ケモン交換とか、遊戯王とかですかね、をしてるカードの、えー、で遊んでるということなのかもしれません。まあ昔はメンコとかですよね。えー、そして、えー、ゲットワイルドですね。 えー、ゲットワイルドはですね、えー、相変わらず最後跳ねてるんですが、えー、ちょっとね、えー、変わったな、音が変わったなと思うのは、えー、ビーコンの音が大きくなったというか、ビーコンの音をしてたかな、前はってね、えー、思いまして、今回は、えー、ゲットワイルド、えー、終始ですね、 えー、てっちゃんも弾いてたと思うんですが、えー、ビーコンの音が、えー、してまして、まあ、これは、えー、着陸誘導ですよね。えー、なんで、えー、TM 製に帰っていく、えー、様ですね。まあ、要するに、えー 4人選んだわけですね。あの、スポットライトが4つついて始まるんですが、それでオーディションを歌舞伎町でして、で、4人の子供たちを、まあ、えー、かっさらってですね。で、そして、えー、TMC に帰ってきて、まあ、ゲットワイルドがその着陸の場面ですよね。そうすると、TMC のご身体の、えー、そのモロディスである、えぇ、ー、面体ですかね。 が、えー、変形して、川が、えー、めくれて、えー、また新しいものが生まれてくるっていう、まあ、イメージで今回終わってるということですね。まあ、前回のインテリジェンスツアーで、ビヨンドザタイムで始まるんですが、まあ、その時は、えー、TM のご神体からですね、えー、生命の元を取り出して、まあ、地球に巻いていくという話、えー、だったんですが、 今回は、えー、その、ついにですね、えーま、地球に文化ができて、ま、サブカらですね、ができて、ま、歌舞伎町の、えー、ロボットレストランをイメージして、そこで、えー、アイドルオーディションですね、タレントオーディションをして、で、その中で4人の子供を選んで、えーま、TMC に連れて帰るということですよね、えー、という感じのツアーで、えー まあ分かりにくかったと思うんですね。毎度のことですけれども。なんで、えー、ゲットワイルドで、えー、こう着陸感を、ね、出すために、えー、着陸誘導のビーコンの音を大きくした。あるいは、えー、追加したんじゃないのかなと思いますね。えー、まあ、一応ですね、えー、一区切りは、有、えー、楽町を なんで、えーまあ、そこはですね、えー、2days,、えー、運よくですね、えー、チケットを、えー、取れたので、えー、まずそこを行って、 で、それから次の続きですよね。それが立川はやっぱ人気で取れなくて、で、ミサトのファイナルツーデイズですが、えー、ファイナルのファーストの方もやっぱ取れなくて、えー、まあラストはね、えー、取れたんですけれども、まあ、この後にまたなんかあるんじゃないのかなってね、予測はできますが、まあチケットはですね、今回宇都宮も、えー、ちょっと譲っていただいたんですが、えー、 まあ、えー、もしね、運よく、えー、譲っていただける方が見つかったら、えー、またね、えー、レポートしたいと思います。では。